今日はクラウンのパノラミックビューモニターのご紹介をします。以前ボクシーの方でパノラミックビューモニターをご紹介したんですけども、結構な好評だったので、今回はクラウンでもう一度ご紹介をしていきたいと思います。でクラウンの方もちゃんとビューボタンというのはこのようについておりまして、これ今止まってる時なんですけれども、ノアボクシーと同様で周囲の状況というものをこのような形で映し出すことができる機能というものがついております。こういった形で周囲の状況を映し出して確認をすることができると。で、こちら押していただきますと、新着ニュースがあります。タッチすることで詳細を確認できます。少しこうビューが変わるような形で周囲の状況を確認することができると。こんな感じです。で、こちらが車内の方ですね。先ほどご紹介した通りです。押すと、車内か外かということで、確認ができるようになっているということになります。で、こちらの方なんですけども、設定がいくつかできるようになっていて、ここなんですけど、このように、クリアランスソナー検知開始距離を切り替えますということで、これ前回ご紹介しなかったんですけれども、ノアボクシーでももちろんついています。で、通常ですとこう標準になってて、近いという設定、前後なんですけど、することももちろん可能になっておりますんで、クリアランスソナーが早く効きすぎてるといった状態であったりとか、少しこうマージンが取りすぎだよねっていうような方もいらっしゃると思うので、そういった場合は、こちらを押していただくということで、調整ができるということになります。で、これ今止まってる状態なんですけれども、今度はドライブに入れたとき、また機能が変わりますんで、そちらをご紹介していきたいと思います。で、もちろんなんですけども、ベルトはしないといけないので、一度ベルトをします。で、ベルトをした状態でドライブに入れます。そうしますと、こういう形になります。これももうノアボクシーと同じ機能になっております。で、上から見たこのバードビューの画面というものが非常に役に立つ、有効的であるというお話も以前したんですけれども、ボクシーの時にお話ししてなかったんですが、こちらこう、ここに押していただくと、拡大ができるようになっています。こういう感じで。ちょっとこう小さいと見にくいよねって言った場合に、こう拡大するということができる。で、ノアボクシーの場合ですと、こっち押すと、ここが1画面になるんですけど、クラウンの場合だと、ここのボタンを、ここのパネルをタッチしても、ちょっと1画面にならないっていうのがあるようです。その辺がちょっと違うところかもしれないですね。ちょっと少し見てみようと思うんですけど、こういった時に、例えば、出会い頭の時に出にくいところがあったりすると思うんですけど、そういった時にこの画面というのがすごく役に立ちます。で、これかなり広角になっていて180度ぐらいの広角レンズだったと思うんですけれども、もう人間がこのフロントガラス、もしくはこの辺にはミニバンですと三角窓があったりするわけなんですけれども、いちいち前に反り出して確認する必要というのがもうないということです。もうこの辺までしっかりと見えるので、もうここで確認するということができるということで、すごく便利な機能になっています。で、こちら切り替えていただくと、これもバードビューでこう斜めから見た状況での状況になります。で、これを押しても特に何も出ないですね。で、もう一度ここを押していただくと、また戻ると、いうことになります。で、これなんですけれども、これ自体は、ステアリングをこう切ったときに、車のこう軌跡ですね、を表示してくれるようになっております。で、これは、車が動いたときに、例えば交差点とかで、こう、オートで表示してくれるんですけれども、オートで表示してくれないは、したくないといった場合は、これを、このような状態にすればいいし、やはり、少し不安だよねっていった場合、こういった、パナナビックビーモニターを都度表示させたいといった場合は、ここをオート使うといった使い方になってくるかと思います。ここのところなんですけれども、
おそらく GPS で検知ができるようなシステムになってるんじゃないかと思うんですけれども、それがこのクラウンのパナミックビューモニターっていうのはちょっとこうついてなさそうな感じがあるかもしれないです、はい、それがここにちょっとついてないのでっていうのがあります。あと今度はまあバックの時ですね。でバックにすると、まあ、こんな感じでガイドラインがまあついていると。ですごく便利なところというのはこちらです。このバードビューもそうなんですけれども、こう拡大ができるというところですね。そこがすごく便利なところだったりします。あ、クラウンの場合ですとバックの場合もこういう感じでこの視野角が少し変わるっていうところですね、まあ、こちらでもいいと思うんですけども、視野角が少し変わるように作られているといった形になります。こんな形ですね、はい、で、一応バックします。で、非常に便利でして、ちゃんと声も出てきてくれますし、アナウンスしてくれるので、で音もしっかりと出してくれるので、まあ、特にこうミスるということも非常に少ないですし、万が一ミスったとしてもブレーキをかけてくれるので非常に安心できる機能となっている。でここのところにここですね、表示もしっかりとついていまして、今後ろに障害物がまあ、この辺今近いところにありますよっていうところもしっかりと見れるようになっていると、まあ、いうことになりますので、非常に便利な機能がついていると、まあ、いうことになります。 C のパノラミックビューモニターとは少し仕様が異なるものかなと思います。おそらくクラウンのパノラミックビューモニターなんですけれども、ちょっとこう簡素化された仕様のものになっているんだろうと思います。はい、はい、こんな感じでまたドライブにすると前の紙に戻る。ただし、ここを押しても特に拡大されるということはないということですね。こんな感じです。はい。ということで、簡単ではあるんですけれども、今日はこちらのクラウンのクロスオーバーのパノラミックビューモニターの機能についてご紹介いたしました。ノアボクシーの方もパノラミックビューモニターの機能についての紹介もしておりますので、そちらの方もぜひ比較してご覧いただけますと参考になるかと思いますので、ぜひご視聴いただければと思います。それではまた次の動画でお会いできることを楽しみにしております。